ふんふん。今日もホラゲーやっていこうかなと思います。もう俺、うすうすも言わなくなっちゃったね、このゲーム。みんな見て。踊ってるね。いや、ホラゲーでダンスゲームしてるのは私だけだと思うよ。これどうやってやっていくんだろう、ちょっとわかんないな。押すのかな、ちょっと待って、押します。押すと、押して、押す、押していきます。押してからの、この見た右上行くんだろうね、多分ね。で、これ以上押せないんだよね。え、これ中入れてみあんのかな、え、マジわかんない。どうしよう。調べちゃおっかな。あ、この上、あ、わかりました。この上から、ダビングジャンプ。おっけ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 。で、これ届くかな、これいけると思います、皆さん。いや、行くしかねえ。突き破れ、今までの自分。おっけおっけおっけ、ナイスナイスナイス。突き破れ、今までの自分。おっけ、ナイス。今、無理じゃね、これどうやって行くの、マジで。いや、本当にわかんねえな。もうちょっと右にされてきんのかな、ちょっと、手伝って言ってりん。おって、ナンバーを伸ばしてちゃんと。で、押して、ここの位置に置いとくと多分いけると思う。さっきギリギリ足りてなかったから、でもこっから届くかな、まず。よいしょ、よし、いけるいける。これで、あっち行けなかったら、ちょっとこのゲームわかんないから調べようかなと思います。いけ、よし、みんなわかったわ。これを手前に引くんだわ。最初どこに、最初これがどこになったか忘れちゃったけど。手前に、え、届く、これ絶対無理だと思うんだけど。でもなんか他の動画の人見たらなんか、あ、調べました。他の動画の人はなんか前に手前にしてたんだよね。これで届くと思います、皆さん。あ、なんだ。オッケー。うわ、すごいいいジャンプするね、君。私より個体値高いんじゃないの？お！滝湯だね、滝湯。あらららら、はい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 、ちょ、黙るわ。今、お坊さんをイメージしたね、私。こっち、左結果の左。なんか、やり込み要素あるからね、このゲーム、マジで。なんか、いろいろ、おらおら、マジで。お、なんかある、なんかいる、なんかいるぜ。うわぁ、今の力が。これもしかしてかぶれたりするんじゃない？これもしかして。これ。あ、うん。あ、これかぶれんじゃないの？え、どうやってゲットすんの？こういうのって。え、ゲットでいないのかな？これ。なんか、ドラゴンクエストみたいな、何々を入手しましたみたいな。ちょっと私、LINE がうるさい。ちょっと黙って。ごめんなさい、友達の皆さん。これかぶれたりしないのかな？まあ、いっか。うん、どんどん進んでいこうかなと思います。見てる側も進んでる方みたいでしょ。こっちかね、多分。この洞窟に入ってくるんだと思う。私の長年の経験によると。これあれだね。目、口みたいでね。怖いね。ちょっと可愛いね、私。好きよ、こういう顔。好き好き。いや、今の好きになって女性ファンが反応しちゃったね。あっ、私のことかしらみたいな。ちょっと黙る、バイバイ。おお、かぶったな、かぶった、かぶった。レインコートみたいなのかぶったね。まあ、雨降ってるもんね。カッパかな、この子にとって。おいおい。スーパーサイヤ人3みたいな感じになったね。私、黄色になったらスーパーサイヤ3だと思ってるから。これ多分あれでしょ。協力プレイでしょ。ヘイ、ヘイ、呼ぶぜ。呼んでからの、君を利用して、ダビングヘッド、おっとおっと、うますぎ。今日俺ゲームうますぎ、マジうますぎ。いや、このホラーゲーム、私、慣れてきたね。ちょっとね、もうなんか、トークして当たり前。トークする余裕すらもう、このゲームで私、なんでもない、黙るわ。いいね、突き進め今までの自分。私最近ハマってんねん、この突き進め今までの自分ってやつ。どうやって行くんだろう、こっちかな、多分。長野の経験によると。多分こっちだよ、長野の経験によると。わかんねえな。長野の経験によると、多分こっちだね。おし、あ、多分これ協力プレイだね、多分。オッケーオッケー。協力、協力。協力プレイじゃないの？あれ？あー、よし、協力だね。もう屋根の上だね、多分行くの。あ、一緒に行かない？一緒に行こうぜ。ヘイヘイ。ヘイヘイ。一緒に行こうぜ。あれ？来れないんだ。じゃ、ちょっと待ってて。君は通れるようにしてくるよ。この子さ、なんなん、ゆきりんだって名前ないで忘れた。まあ、ゆきりん、ゆきりんだ。ゆきりんさ、どうなんだろうね。最後まで生き残ってさ、ゴールできんのかな。いや、この子途中で死んだ、俺悲しいね。うわっ、うわっ、なんか、愛し合うカップルみたいになってるね。ちょっと待って、どうやってやんの、押すのかな。多分、ゆきりんいないとあれっしょ。あ、オッケーオッケー。手伝ってよ。よし、行こうぜ。手つなごっか。はい。手つなご。おい、先行くなよ。おいおい、何振ってんだよ、お前。私、振られたことはいっぱいあるね。何もない。ちょっと、私のプライバシーはちょっとやめとくわ。私ね、でもね、あ、ちょっとやめろ、やっぱり。私のプライバシーあんまり言うとね、ちょっと女性ユーザーが反応しちゃうからね。はっ、シュンさんって、あらららってなっちゃうから、ちょっと黙るわ。おっけおっけ。これを、押せ、押すと。いや、結構いったね。実は、私結構スムーズでしょ。調べたね。ここまでは調べたね。でも、こっから先、マジで調べてないから、マジ無知の未知の世界、やっていこうかなと思います。お、なんだ、新ステージ突入って感じだね。
なんかマリオでいう3の1から4の1になった感じ。わかるかな？これってわかる人いるかな？ちょっとやっぱり、新ステージになるにつれて難しくなるっていくのがゲームの法則だから、やっぱちょっと難しくなるんだと思うにはおります。じゃあ当たり前のこと言ってんな。病院かな、ここは。いやー、こんなところで入院したくねえな。怖えな。夜中トイレ行ってねえよ。いやー、ちょっと私、おお。なんかスライディングできたよね。ちょスライディングしたいな、私。ちょっと動画カットしてスライディングのとこにしようっと。一発でスライディングしたことにするわ。おお、私かっこいい。今のスライディングめちゃめちゃかっこよかったね。長友佑都再来と言われたこのスライディングよ。長友佑都あんまスライディングしてねえな。ちょっと私、ちょっとごめんね、サッカーにわかだからあんま言うのやめるわ。ちょっとサッカーファンに怒られそう。で、私ね、でも最近海外のサッカー見てるよ。リバプールとかのやつが、もう王道す、やめろ、ちょっとサッカーファンに怒られそう。これ一緒にやってるんだよ、多分ね。で、私、このま、あっぶねえ。この前のあれだね、日本対韓国戦見たね。で、私、感動したね。まあ、録画したやつ見たんだけど、サッカー面白いね、サッカー。私、野球とサッカーどっちが見るの楽しいと言われたら、サッカーかもしんない。やっぱサッカーの方がさ、なんだろう、ずっと試合が動いてるから、見てて飽きないんだよね。野球も面白いんだけど、野球結構さ、あれ、間の時間長いじゃないですか。だから4時間とか3時間とかやってるから、ちょっとね、ちょっと集中力を持たないんだよね、私、見てるのに。やっぱサッカーの方が見てて面白いかな。まあ、サッカーか野球かって話だけどね、一番見てて楽しいのはやっぱ陸上かな。まあ、陸上なんて、もうずっと走ってるだけだって言われるんだけど、まあそこら辺は、まあちょっと、なんでも触れないでお願いしまーす。オッケー！病室ジャンプ！あの子住むの早くね、ちょっとまた置いてかないで。ちょっと私、か弱い女性よ。私の使ってる人って女性なのかな？この子は女性だよね、多分。手つなご？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 うわ！待って！手つなごうとしてんのに拒否られてる。私もついに振られちまったか。なんかな、実況者さんなんかこれ、撮ってた気がするんだよね、これ。あれ？撮れないし。撮れなくね？ああ、取れた取れた。うおー！ああ、今の反応は私ね、演技だね。なぜなら分かってたから。ここまでは調べました。今さっき、あれ？俺さっき待って、ちょっと嘘ついたかもしんない。私、結構前で調べ、ここまでは調べましたって言ったよね。すいません。正直言います。ここまではめるとこまで見ました。はい。ほんとこっからは未知の世界です。はい。ほんとに。信じて。オッケー！でも、信じてもらえるように私、新鮮なリアクションするね。任して。いって！よるよ。エレベーター殺人事件。ドゥルルルー、ドゥルル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 
なんかね、なんか音うるさくない？なんか音うるさくない？なんか音うるさくない？誰か来る？誰か来る？おっておって、早く早く早く行って、早く行って、大丈夫、落ちる落ちる落ちる、絶対落ちる、これ絶対落ちる、見てみようぜ。ほらー、私の長年の経験によって落ちたね、今。あれこそエレベーター殺人事件だね。私、名探偵コナンの図書館、館長が出る事件があるじゃないですか、図書室で。だからその事件がめちゃめちゃ、急にホラーゲーになったね。名探偵コナンの図書館の殺人事件を放出させるからのこのホラーゲーム感。私、突き進むね。任して。掴む。掴んだよ。あれ？あれ？ライトを使うと。A でライトね。オッケー。これ話せんのかな？このライトちゃん。オッケー。うわ、怖ー。ホラーゲー感やばー。超ホラーゲーじゃん、やってること。やば、これはやべえわ。あ、これやべえ。これホラーゲーだわ。怖い怖い怖い。お前かよ。お前ビーラスじゃねえよ。名前なんだって、ゆきりん。ユキリン怖っ。待って、ユキリンの影が、あ、眩しいだろ、ごめんね。ユキリンの影がでかすぎた、今。こっちかな。いや、これ怖いわー。これさー、子供たちやれなくない？なんか、小学生とか中学生ね。怖いでしょ、普通に。自分にできそうじゃん。何が怖くて、私夜中にやってるからめっちゃ怖いんだよね。私そう、イラスト描いてんだよね、今。今のさ、俺のゲームチャンネルのアイコン、自分で描いた絵なんだけど、めちゃくちゃうまいでしょ、絵。私あれ本気で描いた絵だね。ちょっとみんな期待して、ちょっとみんな、あ、うめえなーって見てほしいよ、私の絵。喋ってますよ。ちょっと緊張してね。これ多分押すね。私の長年の経験によると押すね。なるほど、押せないと。待って、これ多分な、どうやって押すんだろう。ちょっとわかんないよ、どうしよう。調べちゃおっかな。この椅子使わないのかな。この椅子、これ押せないよね。はい。おおお、私、うますぎ。マジ今の奇跡よ。
やっと自販機手に入れた。私ね、自販機めちゃめちゃ使う。なんだこの話。なんか自販機っていいよね。なんか子供の憧れで何言ってんの、私黙るわ。怖すぎて喋れねえ。多分これ当てるんでしょ。ほら言う。えい、突き詰め待ての自分。入ると。なんかこれお化け出てこないから結構いけるわ。うわああ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 あ、俺はまだ、やべ。あいつに好きって言ってねえ。だから、俺はあいつに、好きって言うまでは、わけらんねんだ。この命に変えたもん。これが新ステージ3の1から4の1になる世界、 Wi-Fi の世界。 AU 許さん、ソフトバンク許さん、ごめんなさい、なんでもないです。 AU 許さん、ソフトバンクさん、本当にごめんなさい。これわざとじゃないからね。本当にこういうスピード感しか動いてないんだよ、このゲーム。やるやん。この俺をここまで手こずらしたのはこのゲームが50本目だ。大丈夫ユキリン。ユキリンなんでカッパ被ってんだろうね。前の方がいいよ、ユキリン。まあ、いっか。でもなんか、もうちょっとかっこいいファッションがいいよね。うわぁ、動きそうで怖いな。これなんかラスト動いて動けてそうだよね。私の予想だけど、それは。ここどこだろう、病院かな、病院だよね、多分ここは。とりあえず上登ろうかなと思います。登る、登る、俺たちは登り続ける。これレバー引くっしょ。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 レバー美味しいよね。私結構レバー好きよ、お肉の。これは、引けないな。なんかスイッチが必要なんだね、おそらく俺の感が正しければ。人間か。ちょっとコイン出してないって怖いなぁ。なんか、これスイッチかな。あ、電球が必要なんで、さっきの任して。私ね、このホラーゲームやってるとき黙ってるんだけど、あ、本当に怖かったとき黙ってるんだけど、黙ってるともっと怖くなるんで、だからずっと喋ってようかなと思います。私、みんなもね、やはり私のトーク聞きたいかなと思うんでね、まあ、しっかりと喋るだけ喋ろうかなと思います。ちょっと待って、LINE 来た。皆さんね、そろそろ新生活始める人いるでしょう。4月から。いやーマジ、俺から一言、言いたいことがあるね。ちょ、待って、黙るわ。なんだろう。うわー、閉じ込めた、閉じ、あ、めっちゃめっちゃ、閉じ込めた、あ、終わった、終わった。やべ、なんかす、なんかす、なんか、やべ、られてやれた、マジ終わった、マジ終わった。いや、ホラーゲーのエレベーター、マジで怖い。なるほど。なるほど。ここが俺の新ステージと、戦いの幕が降りた。行くぜ。かっこいい、登場がマジかっこよすぎる、こいつら、今日。まあ、新生活始める人たちで、マジ俺から一言、エール送るわ。頑張って。みんなわかんないよー。おう、視聴者さんに眩しい攻撃だね。くらえ太陽系みたいなね。ちょっと黙る、バイバイ。いや、バイバイって言ってる場合じゃない。ちょっとさっきからカットしたばっかだな。ちょっと調べるわ、ちゃんと。どうすればいいんだろう。病院だよな。でも絶対あそこ使うよな。なんか落ちてねえの？あ、ちょっと待って、これ閉まって、これ閉まって、あ、やべ、電池入れちゃう、電池入れちゃう。これを閉まって、多分これを使いそうだな。いや、使わねえよ、だよな。わかんない。どうしよう。なんでこんなわかんないの？もう一回ちょっと火やろっか。よいしょ。ブーなんだこのクマさんは。かわいいな、おい。このクマさんは、あ、持てるんだ。はい。あー、投げちゃダメよ。あ、待って。なんか持ってる。え？なんか使うの？この鹿。ちょっと待って。勇気になんか使うの？それ。ちょっと待って、ユキリめっちゃ俺のこと嫌ってんじゃん、今日。このクマさんどうすんだろう。あーん、うちわかんねえな。ちょ、わかんないんだけど。あ、待って。他に、待って待って、ちょ、わかった、わかった、ちょ、待って、邪魔クマ、邪魔クマ、私クマさんでサッカーしてる。ちょ、待って、クマさんでサッカーする前に、ちょっと待ってね。ちょっと待って、なんか持って、他に持ってきてもあるかな。ちょ、私考えがあるんだよね。これは違うよな、多分。これはこれは持ってんのかな。これも持てるんだ。あ、これも持てるんだね。ちょっと待ってね。私の考えがあって、さっき燃やすとこあったじゃないですか。この人形、燃やすんじゃないの？私これ本当に調べてないよ。え、これマジ動画調べてよ。あったろ、すげえな、マジで。そしてこれ何が一番すごい？サッカーできることだね。じゃ、これで一応サッカーしていこうか、サッカー。サッカーしてあっちまで持っていこう。めんどくさいから持っていこうかなと思います。あ、まずこいつ燃やしてみよっか。まあ、全部燃やしてなんか出るでしょ、多分。いや、私とんでもなく今、ああ、置いちゃった。ひどいこと言ってるね。
まあエレベーター近いしすぐ終わるっしょ。うん、早くします。バイバイ。押し込め。あれ入れちゃっていいの？ユキリン。え？いいの？ユキリン入れちゃって。まあ、いっか。あらよ。燃え上がれ、燃え上がれ、燃え上がれ。オッケー。どうなっただろうね。なんか出てきたと思うんだよな。あれ？ライト。ライト。あれ、なんも出てきてない。どうしよう。全部の人形燃やしてみるか。これ以外わかんないんだけど、方法が。ちょ、行こう、早く。ユキリン。遅い、ユキリン。ユキリンでもここのステージ大活躍中だね。動きが早いもん。うん、早送りします。バイバイ。ユキリン、今私のこと燃やそうとでしょ。この茶番いいとして。燃やします。はぁー、烈火の炎だぜ。烈火の炎知ってる人います？私、昔。アニメで見せたら、烈火の炎知ってる人いるかな？明日の女王とかより古いんじゃないの？お！私今日冴えてるね。鍵を手に入れましょう、私。鍵ゲットだぜ！おそらくこの鍵どっかで使わない。行こうぜ、ユキリン。手つなぐか、久しぶりに。オッケー。ユキリン行こう。大丈夫。この手は絶対に離さない。このエレベーターが終わるまでは。絶対にこのエレベーターが終わるまでは君の手を離さないよ。私、彼女ができたらこういうこと言いたいね。このエレベーターが終わるまでは君の手を離さない。そう、今を離すとき。さあ行こう、ユキリン。ついてこい、ユキリン。鍵は多分こっちにはないから、っていうとこないから、多分こっち側だね。どこだろう。ドアがあるとこだよな、多分2階だろうね、じゃあ。ユキリン、遅いよ、ユキリン手伝うか。ユキリン待って、終わっちゃった、私が。ユキリンがちょっと遅すぎるからもう。ユキリンほら、手繋ごう。ユキリンほら、ほら。行くよ、ユキリン。ちょ手繋げないで、私、ユキリンと。あれ？あれ？あれ？あ、開いててよかったよかった。もう私、もうユキリンすぐ手離す。ユキリン私のこと嫌いになっちゃったのかな？今日のゲームで、今日の動画で。あ！使うでしょ、多分。鍵持ってるよ、私。はいはいはい、はい、私今日頭いい！おぉ、頭いい！今日頭いい！あー、怖っ！おぉ、骨だね。これ動くのかな？動いたら私このゲームやめるよ、今日。待って、ライト。あれ？あれ？どうやってダイライト出すの？あれ？オッケーオッケー、よっしゃ。これさえあれば、私、光さえあればもう走れちゃうもんね、このゲーム。私、光さえあればこのゲーム走れちゃうもんね。なんで同じこと2回言ったの？もう私、もう骨があるね、めっちゃ。ここは昔、博物館だったと言われています。アナザースカイ。ここが私のアナザースカイね。いや、私のアナザースカイ。めちゃめちゃホラーだね。ここが私のアナザースカイだったらちょっとやばいね。ちょ、待って、開けられるとこないの？ここ行けそうだね。押して！ユキリン一緒に押しと！ユキリン一緒に押しと！ユキリン一緒に押して！ユキリンが一緒に押してくれないってことは、ここってない、ここではないということだ。こっちからユキリン。よし、行こう！ユキリン、君と共に！あ、なんかいる、なんかいる、なんかいる！あ、これあれか。やり込む要素のあれだね、これは。うわ、またまの力が俺に。あ、こうやって行くんだね。なんだ。おぉ、いきなり怖くなったぜ。オッケー、ライト。ライト点火。あ、ユキリンついてこないの？俺一人で行けってか。任してユキリン。お前の分、俺が活躍してくるよ。今回の動画。行くぜ！うおぉ、遺体だ！人体実験された後だろうね。いやー、痛かっただろうに。任して。お前の仇は俺が撃つ。任せろ。突き進め。今までの自分。登る。俺たち、動いたえ、動いたマジかよあ、終わった積んだ。オッケー。よいよ。そんな怖くないね。ぶっちゃけちゃうと。ぶっちゃけそんな怖くない。結構余裕だね、このゲーム。何が言うかって、骨が動くってことは、アンパンマンでホラーマンが動いてって感じだから、余裕。うわー、マジ勘弁。おっつ。もう怖い。うわー、ジャンプ。私、骨を代わりに置きましたね。私、骨置きの天才と言われたこのゲームチャンネル、黙る、バイバイ。わ、いけ、スライディングやっちゃう。骨たい一瞬の悪数なんで黙るわ。この骨、どうすんのこっち行くのかな。はい、いけねえじゃねえかよ。どうしよう、わかんないけど。なんでこんな長時間こいつ戦ってなきゃいけねえんだよ。どうしよう、あー、終わっちゃう、やられたぜ。もう、このゲーム今回怖すぎるよ。
マジ、ホラーマンはエグいって。あれ、アンパンマンのあるホラーマンって言うんだっけ。マジ、カロンじゃ、お、カロン！カロン避けて、彼を、カロンを華麗に避けると。カロンを華麗に避けて、次のカロンどうすんだろう、これどうすんの、わかんないんだけど、私。どうしよう、ちょ、またこう、また、また同じことやってて、私。また同じこと私やってる。あ、待って、いける、いける、いけ、終わったって、なるほど、私今日頭いい、マジで頭いい、今日は、ほんとに俺今日頭いいわ。よかった。さあ、次すんの、うわ、骨を動かしてる、怖っ怖っ怖っ、マジかよ、動かしてくるのこの骨ちゃん、えぐいな。あ、まだ登ること分かったから、そっこで登っていこう。オッケー、もう華麗にかわします。私急になると華麗にかわします。このね、一切の無駄のないこの華麗な動き。骨一個か、骨一個じゃ俺は捕まえられねえぜ。迷うとで登ってくると、やつは登ってくると、だから速攻でしゃがんでいくと、速攻でしゃがむ、下がんで、ダッシュ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 して、ダッシュ、オッケー、避けました、仮に避けました、仮に避けました、こちらに、骨はこちら、骨、間違えた、こっちだ、方向性を間違えた、方向性の違いによって間違えました、私、こっちだね、左手とオープン、解除、左手とオープン解除、オッケー、突き進め、今までの自分、突き破れ、信じろ、自分を信じろ、なんか音鳴ってる、黙れ、うるさい、俺うるさい、薄付けます、私今日、うおー、なんだ、うおー、骨だ、また骨が来た、オッケー、登ります、私今日ゲームうますぎ。オッケー、どうするの、この後教えて、ちょっと、あー、ちょっとわかんないな、本当にわかんないけど、どうしよう、あれわかんないよ、え、登れんかい、いや登れるんかい、もうまた困らせやがって、お子ちゃまだな、本当にもう。オッケー、また骨いるね、いいよ、もう骨慣れてきたよ、私もうここ、私レベルだとこの斧を使ってやつを立つことができる。やっ、かわした、やるじゃん、おら、またかわした、よ、おいおい、やるやん、この俺の斧を2回もかわしたのはお前が50人目だ。折っていきます。やり方分かったわ。ライトを照らすと、でライトはしまうと、ライトは使わない、俺が使わない、この折って甘い、折って甘い、折って、へっ、ザーコメ、へっ、何逃げやがった、へっ、武器を持ってる俺は強いぜ、おい、待って、おら、何またかわすとやるじゃん、オッケー、弱すぎる、相手にならないな、まったく。行くぜ。オッケー。あ、間違えた。あ、分かった。これで、斧のとこやったって。斧のとこやったって。あった。おい。怖い。ここ怖い。マジ怖い。本当にやだ。もうやだ。ホラーマン嫌い、マジで。ホラーマン許さねえから、本当に。オッケー。よし。やっと進んだぜ、ベイビー。これ、あれ壊しちゃったよ、私。あれ大丈夫これ。あれこれでいいの、あ、よかったよかった。で、さっきのとこ戻ろうか。あれ名前はユキリンいる、ユキリンいる、ユキリン、あれユキリン消えた、うわぁ、またさらわれちゃったのか、えぐいわ。とりあえずこの電球を、おぉ、ユキリンなんだ、いたのかよ、お前。何やってんの、ユキリン、なんか、今回の動画怪しくない、なんかこいつラス、怖いな。ユキリン何してんの、もう怖いよ。骨いじって遊ぶなよ。何してんの、ユキリン今日。おかしいよ、今日お前。何がおかしいって、今このステージが一番おかしいね。怖すぎるわ。あ、よかった。電球1個はめた。嬉しいな。あ、電球なんか2個あるね。これ1個はめてなんか進むのかな。とりあえずはめようかなと思います。みんなちょっと調べたわ。なんか2個目のやつ持てないから、なんでかなと思ったら、あれだね。あっち側に1個だけはめられるとこあるんだって。だから、そこにはめてストーリーが進むらしい。だからそこはめてね、もうちょっとで今日の動画を終わりにしようかなと思います。いや、今回怖かったね。骨が動くはマジで怖いわ。私、理科の授業苦手だったからね、それもちょっと思い出された今回の授業で。よっしゃ、ゲートオープン、シュン、出勤します。トゥルルルー、トゥルルルルルー。待たせたな。俺が来たからにはもう大丈夫だぜ。安心してくれよ。まずここを登ると。オッケー、絶対間違えてる。あれ？どうすんだこの後。おい、どうすんだこの後。おい、いや、ゴミ箱開けてもしょうがないよな。こっちかな。いや、もう俺調べたくないね。結構調べちゃってんな、今日の動画。あ、これユキリンと協力だね。オッケー、はい。オッケー、ユキリンナイス。オッケー、ユキリン登ろうぜ。オッケー、ユキリンジャンプ。これ大丈夫だよね。怖いな、もう。これ動、マジこれでっかいの動くのマジエグいよ、ほんとに。これフラグじゃないからな、マジで。この骨なんか使うのかな？あ、持てそう。あ、これ当てて壊すんじゃないの、ワンチャン。おれ！ふぇ！おれ！おれ！
おら、動いてみろや、おら。うわ、マジかよ、電消すのかよ。消す？やってみるか。マジで、お、動いた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 。マジかよ、マジで動いてんじゃん。マジで動いてる、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 動いてる。ね、マジか、ほんとにやだ、ほんとにやだ、マジでやだ、マジでやだ、マジでやだ。ほんとに、マジで、マジで、おい、おい、ふざけんな、おい。マジでやだ、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 マジでごめん。ほんとにやだ、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 マジで。いや、怖いな。いや、怖いな。あ、怖えわ。プラハラ立った、マジで。ちょっと怒ってたよね、私。怒ってないからね。ちょっと口調が強くなったらごめんなさい。よっしゃ、でも分かった、俺強えよ。まあまあ、なんとなく動いてしてたんだよな、ね、っておかしいもん。動いてみろ、俺。完璧動いてみろ、俺。もう俺強えよ。アイシールド21の小早川さん。ライト当てるがあるんだって。あ、ライト当てると止まってくれるんだね。どうやってライト出すんだっけ、やべ。ライトの出し方忘れてた。ライト出すと止まると。ふいー。ふい、どうしたわ。どうしたわ。動けねえのかわ。ずっと上向いてるね。どうしたどうしたわ。動けねえのかわ。動けねえんじゃねえのかわ。あー、ごめんなさい、ごめんなさい。動けねえのかわ。どうしたどうした、走る走る、来るの、こっちまで来る、こっちまで来る。おいおい、どうしたどうした、おい、ほいほいほい。バカ、弱すぎだぜ。俺はライトさえあればもう呼ぶよ、このステージは。次進めまでの自分、もしかしてこれも動くのか。もう今喉詰まっちゃったわ。うわー、わかった、絶対これあれだ、ライト当てて止めながら進むやつだわ。マジで言ってる。いや、怖いな。いや、怖えぞ、これは。声でかくない？大丈夫？やるか。やるしかないよ。行くわ。頑張ろうかなと思います。あ、こっち行けないのね。じゃあ、こっちだね、多分。これ、ライトマジ必須だわ。ライト使わないとマジで動くと思う。で、ライト止めてやってみようか、ちょっと。行く、超動くと思うよ、多分、こいつら。あれ、動かない。さっきのやつ、さっきのやつだけかな、多分。うわ。怖っ。怖い怖い怖い。ライト止めてやってみようか。私すごいね。このゲームをライト止めてやろうとしてるよ、私。あ、これめっちゃ動くと思った、私の。うわ、ライト来てた。あ、ライト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 つけたじゃん。上に向け、上に、上に向ける。上に向けるね。上に向ける。上に向ける。上に向ける。なるほど。いきます。もう、ライトに止めると考えない。まっすぐ。自分の意志は負けねえ。それが俺の二度だ。オッケー。もう動きを無視しろ。もう動きを無視しろ。もういけいけいけ。もうスライディング、スライディングヘッド、スライディングヘッド、スライディングヘッド。オッケー、ここまで来た、ここまで来た。オッケー、まだいける、まだいける。まだ俺はいける。まだ俺は突き進める。いけいけ。やるよ。ちょっと今日の動画は終わりにしようかな。バイバイ。